どうもマックスです。少し時間が経ったんですけど 4.11 後楽園ホール大会を振り返ってみたいと思います。それにしてもこの後楽園大会盛り上がりました。いや面白かったと思わないですか。もともとこのメイン清宮対剣王というこの構図は、まあおちょくり T シャツですね、こちらの、マンデーマジックでこの出した、まあ、このおちょくりがもう最後の極めつけとなって、まあ、対決とこうなったわけです。でまあ他にも GSC ナショナルがあったりとかですね、まあ見どころは確かにあったんですよ。でこの剣王対清宮がどうなんの、ただちょっとお笑いテイストだよねって思いながら、どんなこうテイストでね後楽園ホール大会が始まるのかなと思って見てました。まあそういったところも含めて第1試合から振り返ってみたいと思います。第1試合、忍者マックアルファウルフアレハンドロの3ウェイ、まあ、ここのところ忍者マックとアルファウルフがちょっとやり合ってます。まあ、発端はマンデーマジックでですね、アルファウルフが忍者マック選手の持ってる GSC ハードコア選手権白ベルトをですねこうかっさらってったっていうところもありますし、まあ、スリーウェイで対決したり、先日はシングルで対決してウルフ選手が勝ってたわけです。で忍者マック選手とすれば強奪されたベルト返せというノリでこの2人が入ってくる。そしてもう1人がアレハンドロ。まあ、立ち上がりこうアレハンドロ選手がちょっと蚊帳の外みたいなね雰囲気がこうあるんですよ。でも個人的にこのスリーウェイってあんまり好きじゃないんですよね。ゲーム性が強すぎるなと思ってて、でもここのところこう忍者マック対アルファウルフがこうやり合ってて、もう本当に2人の対決って面白いんですよ。面白いんですけど、さすがにこう1対1っていうのはいくらこうそれぞれの動き面白くってもある程度飽きが来てしまう。ところがそこにこのアレハンドロという調味料が入ることによって、ごめんなさいね、アレハ選手、またこの構図が変わる。で忍者マック選手とアレハンドロ選手というのは最近はあんまりないですけど、2人で組んでたシーンが長かったんでですね、忍者マックアレハンドロ組対アルファウルフみたいな構図になって進んでいくわけです。ただアルファウルフ選手のこの持ち前のパワーというか、もう一人で相手していくみたいな構図がずっと続きました。続いたんですけど、でアルファウルフ選手がアレハンドロ選手に対して攻撃を仕掛けて、それを忍者マック選手が、切りもみ式のねこうキックでカットに出る。でそれでダメージを受けたアルファウルフ選手に対して忍者マック選手がトップロープからシューティングスタープレスでピンフォール、これで3カウントを取っちゃったという結末になりました。しかも決まり手のこのシューティングスタープレスというのはアルファウルフ選手の弟ドラゴンベイン選手の必殺技でもあるっていう、まあ、そこがこうちょっと忍者マック選手のこのウルフ選手への挑発っていう感じもありましたでしょうか。というわけで第1試合3ウェイは忍者マックス選手がアルファウルフ選手に勝ったという試合でした。そして第2試合、稲葉大輝 VS 大和田優。まあ、ここまで大和田優選手がこう新人レスラーながら頑張ってるよねっていう感じで見てらっしゃる方多いと思います。ただ、そこそこ独り立ちしてきたレスラーとしてカードが与えられるようになって、中堅どころの選手、あるいは、先日はジェイクリー選手なんかともシングルをやり合って、当たり前ですけど壁にぶち当たるっていうね、もう新人という枠から、まあ、新人なんだけどどこまでできんのっていう感じでファンは見始めてるのかなというふうに思いました。でこの日の稲葉大輝選手はこの大和田優選手のいいところを引き出してやろうなんて感じは全くなくってですね、勝ちに行くっていう、まあ、勝ちに行くっていう感じだったですかね。で自分の良さをこう出すっていうまでもでききらなくって、かといってこうジェイクリー選手のように圧倒という感じでもなくって、ちょっと中途半端に終わっちゃったかなという気がしないでもないです。最後は稲葉大輝選手が DDD というね自分の必殺技で勝つんですけれども、大和田優選手、
まあ、ここからさらに上がるためにどうしたらいいのという課題が見えたのと、稲葉大輝選手も勝ったんだけれども、なんでしょうね、稲葉大輝はこうだぜみたいなのを見せつけるまでもいかなかったかなという意味で、ちょっと消化不良が残ったかなというふうに思います。ただ会場人気どちらも高かったんですよね、はい。そして第3試合、 GLG アンソニー・グリーン、忠相陽平 VS チームノアからモハメド・ヨネ・ヒロキさん、小峠敦史。変わらず小峠敦史選手の、雰囲気いいですよね。そしてモハメド・ヨネ選手とアンソニー・グリーン選手が手が合うなと思いました。で、ヒロキさんもこう危機迫る表情でやるんですけど、なんとなくやっぱり本戦になるとチームノアの戦いがちょっと、なんでしょうね、うまく噛み合わない感じがありますかね。このシリアスに行ききらないというか、で、ヒロキさんも本当に奮戦しますし、小峠敦史選手も、小峠選手は、なんていうのかな、自分のペースをこう出せたような気がするんですけど、ヒロキさんがちょっと空回りして、忠相選手がグッドルッキングドライバーでピンフォールしちゃったっていう、むしろこう忠相選手の自力ついたよねっていう、そこがちょっとフォーカスされたかなという気がしました。まあ、チームノアと GLG、今後、全面対抗戦というのも組まれているので、ここはチームノアのメンバー、まあ、こうシリアスモードがこ うまくねこう回るといいなと思って見てました。そして第4試合、大原はじめ、宮脇潤太、近藤修司 VS 小川義成、だが佐々木うるか。トピックスとすると、近藤修司、宮脇潤太のこの指定コンビ、宮脇潤太の腹筋が割れたことを近藤修司師匠がですね認めてくれるのか、はたまたさらにこうお尻を叩かれるのかというところがまず一つと、でもう一つは何より、小川義成、だがは定番のこのスティンガーのコンビなんですけど、そこに佐々木うるかが加わったらどうなるのと、小川義成先生、佐々木うるかをどう評価すんのっていう、今までこの佐々木うるか選手はどちらかというと杉浦隆さんに預かられてたっていう側面があるように思うんですけど、じゃあノアのこの師範格であるこの小川義成さんが佐々木うるかをどう扱ってんのかなっていう、評価するのかなっていうのが見どころでした。そして試合の中でどう絡むのかなというふうにも見てました。で、正直小川義成さんと佐々木うるか選手が合体に出たのが1回ぐらいだったかな、こうお互いに手を取ってやるぐらいの攻撃だったかなと思います。で、大原はじ、序盤ですね、宮脇潤太選手と佐々木うるか選手が最初やり合うんですけど、佐々木うるか選手がこのグラウンドで完璧に最初コントロールに出て、宮脇潤太がすごい悔しそうにします。そしてそれに続いて、今度は宮脇潤太がグラウンドでまあまあやり合ってたっていうところが一番最初のハイライトだったかなと思います。そして大原はじめ選手はすごい調子良かったと思います。大原はじめ選手のジャベ、メキシコ流のこのストレッチ関節技、これが佐々木うるか選手にいろいろハマったところは非常に見どころでした。そして混戦の中でですね、今度は佐々木うるか選手が宮脇潤太選手をジャックハマーの後だったんですかね、一気のスリーパーで締め落としてしまって、この試合は決着となりました。佐々木うるかの怖さ、ちょっとずつこの出し方が見えてきたんじゃないかなと思います。こう終わった後のこの佐々木うるか選手の当然だみたいな表情がとても印象的でした。そしてそれをポンポンと背中を叩くダガ選手にも認められたのかなっていうふうにも思いました。第5試合、 GSC ナショナル選手権、挑戦者はジュニアの絶対王者だった早田さん、対チャンピオンは GLG のジャック・モリス。早田選手が、前回ダガ選手に敗れてからね、次の標的ちょっと探してるかなっていうお話を以前したかなと思います。ひょっとしてその目線は一旦新日本だったりとか、そういったところに向くのかな、はたまたあるいはという中にこういう GSC ナショナルあるのかなと思ってて、ついに実現したこの一戦、
散々ここまで早田選手がジャック・モリスをおちょくりまくり、興味があるのかないのかわからないような素振りを見せ続けました。そして一方的に、俺に気があるんじゃないのと思わされたジャック・モリス選手はもう散々苛立ってる。そんな中でついに対決したこの GSC ナショナル選手権、序盤モリス選手がこう突っかけるんですけど、いや、びっくりしたというか、おおと思ったのが、早田選手がショルダータックルだとか、こう力強さをいつになく見せたなと、いつも以上の動き、いつもと違う動きをいろいろ見せたなと思いました。その決してこうジャック・モリス選手と力負けしないような、そして試合展開の中でも早田選手が結構その流れを持っていくというか、そしていつもよりもやや積極的に早田選手が仕掛けていく。まあ、それに対して途中からジャック・モリス選手がグラウンドの中でもですね、馬乗りになったりして、早田選手攻め立てていきます。そして場外に出て下のマットをはぐしてですね、そこでタイガードライバーやっちゃうのという場内のやや悲鳴とともにみんながキャーと思った時に、早田選手がそれをやり返します。モリス選手は硬い床で腰を打ちつけて大ダメージ。ただその後も、一進一退になるんですけど、ジャック・モリス選手のタイガードライバーを早田選手はカウント2で返すというあたり、ものすごく盛り上がりました。そして、早田選手が終盤ですね、潮見インパクト2連発。これには場内大盛り上がり、そしてそのままヘディックに行く構えをするんですけど、でここで場内が大早田コールになります。いけっていう感じだったんですけど、ジャック・モリス選手これは耐えます。そして今度逆にタイガードライバーに出るところを裏カンラナで丸め込んでワンツーと、そして最後早田選手がロープを掴んで、まあ、不正ホールかもしれないですけども、ジャック・モリス選手を抑え込んでカウント3、これでタイトル移動となりました。まあ、最後こうロープを持ってたからというのはあるんですけど、なんでしょうね、このジャック・モリス選手に力負けしなかった、そしてグッドルッキングニーをこう打たれても早田選手が見事に返していったあたり、その十分に応戦してたと思います。ジャック・モリス選手のラッシュを許さなかったこのあたりの試合運び、そして終盤のさっき言いました潮見インパクトの2連発、これも説得力がありましたね。なので不正ホールかもしれないですけど、勝つべくして勝ったという気もしました。さあこうなると GSC ナショナル早田がこのベルトを持って、まあ、新日本ベストオブザスーパージュニアも出るでしょうし、はたまたナショナルいろんな選手が挑戦しやすく変な意味になったかなと思います。ここは次誰来るんだろうと、タイミングにもよるんですけど、佐々木ウルカあるんじゃないですか。あっていいと思います。非常に興味が湧いてきました。まあでもこれは早田選手が完璧に勝ったというふうに捉えてます。いや、とってもいい試合でした。そして第6試合が東京スクランブルということで行われた4対4、丸藤直道、杉浦隆、塩崎豪、藤田和幸 VS 正木民也、大岩良平、ジェイクリー、イホデ・ドクトル・ワグナー・ジュニア。少し前 4.7 ですかね、大阪スクランブルというのがあって、これはなんとなくチームメイトが分かれたっていうぐらいでこう見どころを見出すの難しかったんですよ。で案の定ややお笑いテイストもね、大阪寄りなのか、ちょっとお笑いテイストがいろいろあったんですけど、この東京スクランブル見事にですね、ナウリーダーというか今までノアを支えてきた人、もしくはベテランという、まあ、藤田選手を入れればですね、対今まさしくノアを背負っていく人、もしくはニューリーダーという、ややそういう構図になったと思います。そして点と線という意味でいくと、塩崎豪さんは先日大阪でジェイクリーに敗れた、だけどまだまだ引くわけにいかない、そしてチームノアと GLG の対抗戦も控えているという意味で、
塩崎豪さんとジェイク・リーが何やら熱い視線。一方でこの今を背負うジェイク・リーは入場のコールを浴びた時もワグナージュニア選手に焦点が当たるというですね。ゴーさんがジェイク・リーを追いかけ、ジェイク・リーがイホデ・ドクトル・ワグナージュニアに焦点を当てる。そしてなぜか藤田和幸選手がジェイク・リー選手に赤まむしドリンクを渡して乾杯するというですね、序盤そんなところから始まりました。でそれぞれに見どころはあったんですけど、この流れの中に入って大岩良平選手がどの程度アジャストしていくのかなっていうのは見どころでした。で、細かな技が出るというよりも4対4なので、それぞれがぶつかり合う、意地の張り合うシーンが多かったかなと思います。で、大岩良平選手をとってもよくやってたかなと思います。で、最後ですね、塩崎豪さんが左ラリアットした上で、豪フラッシャーに出て最後豪腕ですかね、これでとどめ刺しました。でも大岩良平選手よく頑張ったと思います。みんながですね、大岩良平選手を称えてたのも印象的でした。で、ゴーさんが途中でジェイク・リー選手に突っかけたりするシーンがあったりもするんですけど、なんでしょうね、こういうナウリーダーとニューリーダーって昔新日本でねあったような構図なんですけど、こういう構図分かりやすくていいなと思いました。で、この東京スクランブルの場合、ちょっと高確率したシングルプレイヤーがこうたくさん集まってる、ジェイク・リーにしてもイホデ・ドクター・ワグナージュニアにしてもゴーさんにしても藤田和幸もそう、そして、本来杉浦隆さんも丸藤さんもそうだと思うんですけど、子が立ってる選手同士がやった、そして色分けがこうきっちりできてるという意味で非常に見応え面白みがありました。そして場内が温まったところで第7試合、清宮海斗 VS 剣王。この場内ですね、清宮海斗 T シャツ、この日 4.11 後楽園で販売されて、剣王選手のサインが入った若かりし頃、入門した頃の清宮海斗がプリントされたこの T シャツ、場内は海斗さんというここのところね、剣王選手のおちょくりを示したような、こんなボードもたくさんで、場内ややお笑いテイストに行くのかなと思ってました。そして案の定入ってきて清宮海斗選手は怒り満々の表情です。場内見渡してですね、こう T シャツ着てる人指さしたりして、こう怒りをねたぎらしてる、静かに怒ってるっていう感じがありました。そして試合開始からもうのっけいきなりのラッシュです。剣王選手にこう反撃する間を与えず一気のラッシュ、それは場外になっても続きます。そして場外も観客にどけと言って、椅子を積んでですね、そこにフットスタンプ、さらには場内連れ回してですね、清宮海斗が剣王選手を一方的にいたぶっていくという展開が続きます。お笑いかシリアス怒りかどっちかになるかと思った、その両方がですね、この前半一気に詰まった。そして清宮海斗選手がもうラッシュラッシュとこういったこの序盤でした。で、リング上戻ってですね、やややり返すのかなと思ったんですけど、そのままの勢いで再度場外に出てきます。そしてここで場外でシャイニングウィザードに行こうとして清宮海斗を避けて、剣王選手がこの足を取ってですね、そしてこのまま土手っ腹に蹴りを入れます。この辺りから流れが変わりました。リングに戻ってからも剣王選手の激しい攻めが続いて、ついには剣王スペシャル、これもこう出てくる技の出すタイミング良かったですよね。このあたり、ぜひ佐々木うるか選手見ていていただきたい、そんな気もしました。そしてもうこの日印象的だったのが、剣王選手が何度出したんですかね、プロフェッショナルフットスタンプ、これも完璧に2度3度と決まったんじゃないかなと思います。ただそれに対して清宮海斗ももう全体重を
2位に集めたこのジャンピング2位で応戦。さらにはトップロープに上げてこうお互いにエルボーの応酬で一瞬は清宮海斗がひるむんですけど、それでも諦めずにトップロープからのフランケンシュタイナー、これで大ダメージを負います。でこうやって絵だけを見るとすごい大技の応酬に見えるんですけど、そうじゃなくてですね、マットの上で激しいやり合いがありました。で中盤どちらかというと拳王選手がどうしたほらと言いながら清宮海斗に激気を入れるようなシーンもありました。まあ、前回もお話ししましたし、この中継の中でも言ってたんですけど、拳王選手がこう海斗さん海斗さんとあのおちょくってたのは、この大岩良平の師匠面してお前成長何もしてないじゃないかと。この1月にジェイクリー選手とこのノアを引っ張っていくんだと、ああいうふうに言ってた割に何もできてねえんじゃねえかと、師匠面してる場合かみたいな、まあそういう劇だったんだとお話をしたと思います。まあそこをまさしくこうガンガンと攻め立てていく、それに対して清宮海斗も見事でした。こうするようにどんどん激しさを出していく、すさまじい攻防になりました。そして清宮選手が先ほどのこのジャンピングに、あるいはこのフランケンシュタイナーで攻め立てたのかなと思っても、技の応酬の中でですね、拳王選手の側頭部への蹴りがバスッと、それでも清宮海斗選手は立ち上がり続けます。そして完璧なタイミングでのドラゴンスクリュー、そして拳王選手に背面からのシャイニングウィザード、そしてさらには狂ったように雄たけびを上げるこの狂ったプロレスラブ、ここからの変形シャイニングウィザード完璧に決めてピンホール勝ち。いや熱い試合だったなと思います。本当にあの大技に頼り切るだけでなく意地の張り合い、熱戦、お笑いの試合になるんじゃないかと言ってた、私ごめんなさいっていうぐらいの本当に見応えのある試合でした。釘付けになっちゃうぐらい。そして場内本当に沸きました。試合後のマイク、ここが問題です。拳王選手はもうぐったりと肩を担がれてですね、大和田優選手に肩を担がれて退場するんですけど、清宮海斗選手がマイクを握ります。まあ拳王がなんと、言ってきたけどもういいですと、これで決別だと、俺は俺の道を行きます、誰が何と言おうと俺がもう一度ノアを引っ張っていく。まあこれは清宮何もできてないんじゃないかとか、ここのところファンの指示がね、拳王選手の今回のこのカードに関しても拳王選手の指示があるこのファンに対しても強気に笑顔で言い放つ、俺がもう一度脳を引っ張っていく。でここまではカイトコールが起こる、ただ場内大プッシュという感じではまだなかったと思います。ただ俺の昔の T シャツ、写真を T シャツにして販売したみたいですけど、嫌がらせのつもりはないかも、つもりかもしれないけど俺は全然嫌じゃねえぞと、これで大カイトコールになります。そしてなんならその T シャツのサイン会この後しようかな、みんな展示場に集合だと、これは大沸きに沸きました。ここまでは拳王選手のマイクアピールの方が圧倒的に支持を集めてたと思いますけど、この返しは見事だったと思います。そしてみんなでノアを作っていこうぜというね、いつものこの青臭いマイクなんですけど、これがこの日の清宮海斗のこのマイク、それがあったからこそみんなで作っていこうぜがみんなに受け入れられたかなと思います。いやこの素に近い清宮海斗、いいのかもしれないですよね。こう拳王選手みたいに練りに練った、そしてジェイクリーのように何かを諭したマイクはできないかもしれないですけど、この返し、吹っ切れた清宮海斗、その清宮海斗いいんじゃないでしょうか。いや実に見事だったと思います。
まあ、大会この興行を通じて本当に良かったですよね。あの全7試合時間も含めて、そして早田がこのモリスを破ったという試合もそう、一番最初の 3A も良かったですよね。で、メインイベントの前のナウリーダーとニューリーダーのこの対決も本当に盛り上がって良かったです。で、何よりやっぱりメインイベント、前回の 4.7 大阪のジェイク対塩崎というしれっと組まれたこのシングルもそうなんですけど、タイトルじゃなくってもリーグ戦じゃなくってもこういうシングルで興行のメインでこれだけ会場を沸かせられる、こういう興行を続けてるときっとこれはファンに伝わるなと思ったんですけど、皆さんどう思われますでしょうか。いや、ここからがますます楽しみになってきた 4.11 後楽園ホール大会だったと思います。というわけでまたお会いしましょう。バイバイ。